divide, the East, the West, fundamentally, difference, mental, attitude, conception, universe, relation, seize, express. Divide, the East, the West, fundamentally, difference, mental, attitude, conception, universe, relation, seize, express. There is nothing which divides the East and the West so fundamentally as this difference of mental attitude, the difference in the conception of man's true place in the universe, and his relation to the world about him. If we want to seize this difference, we shall find it expressed in art.皆さん、こんにちは。ストラクチャー第13項、今日も頑張ってね、和訳をしていきましょう。今ご覧いただいているのが今日の全文です。5行ですね。文としてはね、コロンがあるんですけど、コロンで切ったとしてね、3文です。それではね、早速やっていきましょう。まず第1文です。There is nothing、 この there 構文というんですけど、この is が動詞でね、 V なんですけど、主語はどれかというとね、後ろに来ます、必ずね。で、これが主語です。there はですね、主語じゃありません。で、nothing、 there is nothing なので、これ何もないと訳します。何もないと訳しますね。which divides the east and the west、 divides の図、これが三人称単数の S ですね。したがってこれは V です。確定ですね。divide、分けるという意味ですね。分割するという意味で、which はその前にあるので主語ですね。関係代名詞の主格ということになります。そして divide というこの動詞の後にですね、 the east、 さあここに冠詞が来たということは、これは名詞なんですね。で、アンドがあって、the west ということで、まあ、このアンドは、この the east と the east と the west を並列にしていると考えていいでしょう。さあ、そこでちょっともう一回消しますね。ここに動詞がありますから、これは目的語ということになります。こんな感じでね、こうダッシュをつけるとね、なんかちょっと階層化した感じ。そして、so fundamentally as とあります。これで、so と as がセットになってます。まあ、as っていうのもありますけどね、この so の代わりに as が用いられることもありますけど、so as っていう、ね。で、as 以下、ここね、ほど。これは同等比較なんですけど、これ nothing があるでしょ。以前もね、申し上げたんだけど、 not so as っていうのはね、なんなんほどなんなんでないというふうに訳すといいですよ。同じぐらいなんなんってやっちゃダメですよ。同等のね、全否定になっていきますからね。なんなんほどなんなんでないと。そして次ですね、this difference of mental attitude、このメンタルっていうのはね、精神的なって意味です。アティチュードは態度です。したがってこの精神的態度、我々がですね、目指しているのはあくまでも和訳なのね。大学入試において、満点が取れるね、和訳を意識してますので、そのまま訳していいんですよ。精神的態度って意味なんか分かんなくていいんだよ、のこの違いと、よく出てくるこのオブですね。まあ、これもね、 AOB ということで B の A と訳して問題ないですよ。さあ、そしてですね、ただね、ここちょっと注意してほしいのは、今回注意してほしいのはですね、これです。この This ってやつね、 This difference of mental attitude、 通常 This はですね、前の名詞をなんか受けます。
前に出てきたやつね。でしかも単数形ですね、ディスだからね。でところでこの違いってこれが第一文でしょ。だからこ第一文でねこの違いって言われても困るわけね。前回のね第12項ではねもう長い 前段があってね、でこれらのどうのこうのっていうふうに前を受けてたんですけど、今回はいきなりディスときてね、前にないでしょ。これね後ろなのよ。だから訳すときにね次のようなって訳すといいのよ。後ろ受けてるのね。これもちろんねこのって訳して構いませんよ。この違いって訳して構わないんだけど、もうちょっとねシビアにやればね次のようなと。なぜかってねここにセミコロンあるじゃない。このセミコロンっていうのはね付け足しなのね。筆者が読者に向かってね付け足しの情報をね与えてくれてるわけよ。だからセミコロン以下でこれが出てくるわけですね。まあたまにこういう表現ありますから気をつけてください。ですがね後ろを受けるっていうことです。だいたいこんなんでいいでしょうかね。それではね一回消します。一回消してちょっと訳をつけてみましょうか。皆さんもね自分で考えてみてね。訳はねやっぱここからでしょうね。ここから精神的態度の次のような違い、おっとほど根本的に、これね東と西ってやっちゃダメですよ。東洋と西洋ですを分割するものは何もない。ちょっと触れなかったんですけど、このイーストのイーが大文字になってウエストもね大文字になってるでしょ。明らかにねもう固有名詞です。これいいでしょうか。だから東って訳したらね多分相当減点くると思います。これ西とか東ってねやっぱり東洋と西洋がいいと思います。で逆に言うとですね、この一文をどう読むかというと、実は東洋と西洋を分割する、ね、根本的に分割するものは、ね、次のような精神的態度だというふうになります。だから見た目じゃないということですね。見た目わかるでしょ。日本人と例えばイギリス人違うしね、 東洋というとあの、まあ、中国人とかね、明らかに違いますけどね。だから見た目じゃなくてねって精神的なもんだよということになってます。では第2文に行きます。これ第2文といってもですねコロンでつながった後の部分ですね。だから This difference の説明になります。さあここでですねこれちょっと見てほしいんですけど、まずこのコロンなんですけどね、日本語にはまあ ない表現ですもんね。これね通常ですねこれつまりと訳すといい場合があります。だから何らかのね接続詞だなっていうふうに見てください。だいたいこれで処理ができます。ただね理由の付け足しだったりね状況の付け足しだったりするので、あのその文脈によっていろいろ考えてみてください。じゃ次いきます。 The difference、 これ名詞来てますね。さあここ注意ですよ。名詞がいきなり来てます。だから主語の可能性があります、当然ね。で In the conception of a man's true place in the universe、 はい、カンバがあってアンドがあります。アンドを見かけたらね何と何を並列にしているのか、いつも申し上げるんですけど、その直後を見てくださいと。 His relation to、the world about him、 この前にこれ見えますか。Man's true place、 ここ所有格になってるでしょ。でこれも所有格でしょ。しかも His は明らかに、この Man's ってねこれを受けてますね。だからこれとねこれが同じものなのね。ということはですよ、この and が並列にしているのはどうやら
ここの語句で、カマがあってここの語句、これらが in the conception of のこのコンセプションにかかっていくと。どうでしょうか。あれ、動詞がないよって。そうなんですよ。これはね、動詞がなくてね、名詞句になってるわけ。わかりますか。 SV がないわけね、全くね。なんでかったら、あくまでもね、ディファレンスの説明なのね。したがって訳すときはね、まずここから訳すでしょ。ここを訳すわけよ、こうね。で、これのこれね、コンセプションと、それからこれね、のコンセプションにおける違い、丸、こんな感じです。文じゃないので違いで終わりなんですね。いかがでしょうか。訳すときにね、勝手に文にしちゃダメですよ。これは句なので、訳も句として訳をしてみてください。今のでいいかな。ちょっと一回消します。一つね、ちょっと難しいのがあって、このアバウトなんだけど、これね、これもね、多分ね、彼に関する世界ってやっちゃうとまずダメでしょうね。これはね、アラウンドなのよ。前置詞のね、アバウトでたまにこういうアラウンドの意味で使う時があります。だから彼の周りの世界と、こうやってね、前置詞プラス名詞がね、これね、前置詞プラス名詞がこのワールドにかかっていきますから、形容詞句として働いていますね。彼の周りの世界との彼の関係と。それから、これもね、このお話の中で何回も出てきてますけど、必ず人間と訳してくださいね。これをね、男とやったらね、多分この大学もね、相当減点くるんじゃないかな。さあ、ところでね、One's True Place で第12項となんか非常によく似てませんか、お話が。かね。ということはね、西洋人っていうのは常にこれ意識してるっていうことなのね。我々全く意識しません、こんなお話。だから英文読むときはね、やはりこのキリスト教的な発想というかね、思想背景、これをちょっと抑えてた方がいいような気がします。まあ理解が深まるということですね。では訳をつけてみましょう。一回消します。訳の順番ですね、まあ、ここからですね。人間の、宇宙におけるからかな、宇宙における人間の本当の位置に関する概念と、人間の周りの世界との人間の関係、まあ、これは訳さなくてもいいような気がしますけどね、関係に関する概念の違いです。いかがでしょうか。つまり違いがあるのはね、2つということですよ。いいですか。1つがこのマンズトゥループレイスと、人間の位置ね。もう1つが世界との関係性と、これの考え方の違いという意味です。この概念の違いって訳すとね、分かりにくいんだけど、まあいいじゃないですか。考え方の違いです。考えの違いでもいいんだよ。考えの違いでもいいんですよ。ただね、なんか議論が非常にね、抽象的なんでね、分かりにくいです。訳はね、そんな難しくないと思うんだけど、議論が抽象的ですよね。とってもね。でもまあ、これくらいならね、いいんじゃないかなと思うんだけど。では、第3文に行きます。これでね、終わっちゃうんだけど。If we want to see this difference, we shall find it expressed in art. この大学がね、何を聞きたいのかよく分かりませんけど、まあ、おそらくね、まず、この単語知ってますかぐらいかな、これね。それからもう一つね、
これあの if で始まってカマがでしょ、だからここまでが if 説で後ろが主文です。ちょっと後ろ読んでみましょうか。 we があって、shall find、 さあたまに見かける shall ね、これね。それから it expressed in art ってありますけど、 it って何っていうことですね。もちろん訳はそれでいいんですけどね。その後に expressed、 ed ついてるでしょ。まあ、おそらくね、この大学はね、この SVOC 訳せますかっていうところじゃないかなと思うのね。で、ここに最後にインナートってありますね。前置詞プラス名詞ですけど、これは前に名詞がありませんので、ここでは副詞句として働いています。副詞句っていうのはね、まあご存知でしょうけど、形容詞、動詞、それから副詞を修飾していきます。まあ、今回は明らかにここでしょうね。expressed。で、これ自体は形容詞なんでね。これ過去分詞でしょ。ちょっとこれも覚えてほしいんですけど、過去分詞っていうのは品詞は実は形容詞です。あくまでもね。なので文中で保護になります。単独で使われた場合は保護になります。したがって、芸術の中に表現されているというね、受け身の形容詞として働きますね。ちょっと一回消しますね。理解の仕方としてはですね、この SVOC なんですけど、ここにこう C があった時にね、これはまあ、受け身ではあるんですけど、SV 関係になっていると考えた方がいいです。それが表現されているということですね。受け身でね、それが表現されていると。if 説をちょっと見ておきましょう。if we want to seize と。これを主語にして、want to seize 全体で V と考えていいでしょう。で、this difference なので、動詞の後ろの名詞なので、目的語と。で、seize はね、まあ掴むって意味です基本ね。それから理解するって意味があります。だからもし私たちがこの違いを理解したいならばっていう感じかな。でね、今まで教えた中でね、実は意外とですけど、ここが訳せない人が多いです。この it expressed ね、要するにね、 SVOC っていうのはやっぱり理解できてないっていう生徒が多いですね。そのままなんか受験に突入みたいな感じで困ってますね。頑張ってやってください。よいしょ。では一回消して訳をつけたいと思います。もし私たちがこの違いを理解したいならば、私たちはそれが芸術の中に表現されていることを発見するでしょう。まあ発見、なここを見てたら、見たら分かるでしょうということね。要するにね。さあどうですか皆さん、この違い、この違い理解したいですか。まあでもなんとなく分かるでしょ、東洋と西洋の違いね。でも精神的なね、その態度とか人間の本当の位置というところをね、理解をしたいと、まあ、思わなくてもいいんだけど、ね、どうなんでしょうね。ではね、ちょっとね、今日はね、ここシャルをね、ちょっと詳しく説明したいと思います。シャルに今3つ4つかな、4つあるように書いてますけど、1番単純未来で何なんでしょう、何なんだろうと。だから I shall とか We shall とか、こういうふうにイギリスのね、イギリス語、英語の中でもね、イギリスの方で使われる。だから今回多分イギリス人かなって感じですね、書いた人ね。で、これはどちらともですね、Will と同じです。何なんでしょう、何なんするつもりだと。さあ問題はこうです。3番、これ
二人称や三人称を主語にしてですね、いいですか、させるという意味、つまりね、話者の意思なんだ、ね、これ。だから It shall be done at once。At once はすぐにって意味ですね、覚えてね、すぐにって。すぐにそれがなされるようにしようということです。これ、この文を言ってる人の意思なのね。この文を言ってる人、書いてる人。だから、すぐにやらせますと。イギリス表現ですね、これね。It shall be done at once。そんな役になります。だから、単純未来じゃないよということです。このね、一二の単純未来じゃなくて、話者の意思が入ってくるということになりますね。もう一個役をね、例文挙げてますけど、You shall come with us と。これも一緒に来いというね、なんか結構命令っぽい感じになってますね。まあでもね、入試でね、このシャル、めったに見かけません。というか、ほとんど見かけないですね、本当にね。でもまあ出たら困るんでね、一応押さえといてください。そして最後、4番目ですね。これは意思未来疑問ということで、これは見かけますね。シャルアイってやつね。何しましょうかと。だからこれ相手の意思を尋ねてる感じになりますね、これね。歌いましょうかって。で、これね、シャルヒー。こんなん聞かないでしょ、シャルヒーなんてね。だからね、彼に行かせましょうかと。で、やっぱりこれが入ってくるわけね。若干ね。彼に行かせましょうかと。で、ファーストがあるんで、まず第一に、まず最初にって感じね。シャルヒーゴー。彼に行かせましょうかということでね。相手の意思を聞きながら、聞いてるってことかな。以上、シャルの説明でした。頑張って、シャルもね、理解してやってください。それではね、実はね、今回ですね、この議論が抽象的だったので、ちょっとね、まとめてみました。一回こういうのをまとめとくとね、いいんじゃないかなと思うんですね。で、今回お話はですね、実は西洋と東洋の比較でした、ね、文化的な比較ですね、これね。で、テーマは3つあります。実はまず宇宙における人間の位置でした。それから周囲の世界との関係性というテーマでした。そしてそれが芸術の中に表されているよっていうことでした。だから意外とですね、論点が3つねあって、複雑な論点であります。ただしよ、いいですか皆さん、英文で書かれてるのはここだけなのね、こうね。これで受験生が何かを理解するというのは不可能です。ただ訳は全然問題ないですよ、訳すのはね。で、せっかくですので、私なりにね、ちょっとまとめてみたので、まあよかったらね、こう理解をしてみたらどうかなと思うんですね。まずですね、宇宙における人間の位置ですけど、西洋ではね、これです。神が人間を作った。そして神が地球や宇宙を作ったということなので、明らかに人間中心です。で、しかもね、中世以降、近世か、中世から近世に至ってはですね、これ、まあまあ罰すると良くないんだけど、神を、ね、まあ、ニーチェが神が死んだとか言ったらしいんですけど、もう人間至上主義になってきます、本当に。神なんか実はいなかったんじゃないかという議論ですね。人間中心主義です。わかりますね。中世まではね、あくまで神がいて、人間がいてっていうね、そういう発想だったみたいです。まあ、いずれにしても西洋の基本は人間中心です。それに対して東洋はどうかというと、天、まあこれ中国の発想なんですけどね、天中心と。天があって人間は卑小な存在であるということですね。まあ、もうこの時点でね、考え方が違うんじゃないかということです、大きくね。それから周囲の世界との関係性ですね。当然西洋はね、人間中心なんで人間が主体です。
そして人間の外界ですね、世界は客体なのね。だから当然こうきます。これ支配という概念が絶対入ってきます。これね、支配とかあるいは加工とかこんな感じでね、世界というのはね、いいですか、世界というのはいわゆるその地球儀で見た世界じゃなくてね、あの外界全部のことを指しますからね。そういうのも気をつけといてね。本文中にワールドとあったでしょ。このワールドっていうのはいわゆる世界地図で見る世界ではなくてね、宇宙も含めて、ね、それからあなたのね、そのほんの5ミリほど先にある空気、これも含めてなのよ。下手すると自分の肉体も外界なのよ。難しいよね。だから精神ってあったでしょ、メンタルってね。だからこれが主体なのね、メンタルがね。だから体もね、あくまでも自分の持ち物であるんですけど、支配の対象なのね。それに対して東洋では主客合一、本当かどうか分かりませんけどね。そして人間はですよ、自然の中に包括されてる感じ、含まれる感じ、なんかこう集合の記号を出してみましたけど、でこういった議論がこの本文にはなされてないので、なかなか理解がね、しにくかったと思います。で最後にですよ、それを理解したいなら芸術をに表されてるから芸術を見てみということなのね。で、一応ですね、今西洋ではこんなふうに答えられてますね。絶対美を追求していると、西洋の美術はね。そして人工物を宣伝していくということです。まあ、ギリシャの彫刻とかね、それからね、そうだな、なんか庭、ベルサイユ宮殿の庭とか、まあ、おじさん一回 見たことあるんですけど、よく分かりませんでした、広くて。それに対してじゃあ東洋の美はどうかというと、やはり自然ですよね。自然の三美って言いますかね、それは我々が自然の中に含まれてるからです、完璧にね。花鳥風月って書いてますけど、まあ枕草子の世界かな。これは今の現代のね、我々にも通じるところがあるんじゃないでしょうかね。何を美しいと見るかね、芸術作品でどんなものを作るかということですな。それではね、もう一度だけ、和訳を全部つけて終わりにしたいと思います。精神的態度に関する次のような違いほど、東洋と西洋を根本的に区分するものは何もない。つまり宇宙における人間の本当の位置に関する概念と、人間の周りの世界との人間の関係に関する概念における違いである。もし私たちがこの違いを理解したいなら、私たちはそれが芸術の中に表現されていることを発見するだろう。以上です。終わります。お疲れ様でした。さよなら。